皆さんおはようございます。ここはね、奈良の山の中、宇陀市いうとこ走ってますけども、朝の暗いうちから大阪出てね、今回は関西の北の方、北近畿の方をぐるーっとドライブしようかなと思ってます。まずは琵琶湖へね、琵琶湖向けて走りたいと思います。はい、これが道の駅大宇陀。この辺は奈良いうても静かなとこでね、近くには又兵衛桜いうて立派なしだれ桜があるとこ走ってます。こんな感じのローカル道をね、つないで琵琶湖向かいますね。この165号線右や左に見えてくるのが近鉄大阪線。この沿線近くでね、観光地言うたら長谷寺、室生寺、赤目四十八滝とか曽根高原なんかもあります。今日はね、全部スルーしますけどね、ここはね、国道368号線、名張からね、伊賀の上野の方を向いて走ってるんですけども、なんかこの辺からね、雪がちらついてきて、小雪が舞うようになってきました。北へと向かってます。さて、やってきましたよ、近江八幡。商人の町やね。近江八幡言うたらテレビなんかでよう紹介されるのは八幡堀なんかが有名なんですけど、ここもメジャー級。種屋、クラブハリエ言うてお菓子のお店。ここはラッコリーナ近江八幡言うてね、コロナ前やと団体客乗せた観光バスがガンガン入ってくる超人気のお店。ここちょっと紹介しますね。早速中入ってみましょうか。店内はね、こんな開放感のある広い空間でね、壁や天井は白く漆喰が塗られてて、そこに貝なんかが埋め込まれててね、なんか清潔感のある明るい店内で、ここの一番有名なのがこのバームクーヘン。作ってるとこもね、ガラス越しに見学できたりして、ゆったり買い物することができます。なんかおしゃれでしょ。寂しい時あなたがいれば、こんなにも泣かなくていいのに。ほんで建物の反対側言うたらね、ちょっと行ってみましょうか。これね、来るたんびにいろんなもんがね、増えていってね、今はこんな感じ。順番に見ていきますね。ざーっとね、こんな広がってるんですよ、こんな世界が。で、結構ね、食事できるところがね、ポツポツとこんなところとかできててね、これ並んでんのはなんか11時にね、パン屋さんが開くそうなんですけど、それ並んでるみたい。その数字の男で注射器片手に、私を愛した5人目のあの人、侍だったわ。片手にピストル、心に花束、6人目のあの人、無口な男、何も言わずに。
ほんで種屋やクラブハリー本店はここから車で5分ほど離れた八幡堀の方にありますんで、八幡堀観光しがてら覗いてみるのもいいかも。こういうのって牧歌的っていうんかな、なんか心地いい不思議な空間。ラコリーナ大見八幡でした。隙間にお酒を流し込む女にしたのはあなた。初恋のあの人、ロンドンボディが似合ってます。初恋のあの人、ギターがとても上手。初恋のあの人、伊藤清則にそっくり。気持ちよう琵琶湖見ながら走ってたんですけど、越後を越えるとね、彦根市お堀が見えてきました。さてここどこでしょう。中入っていきますよ。そう、やってきたのは彦根城。じゃあせっかくなんでこの彦根城軽くポイントを押さえておきましょうか。いきますよ。まずね、言うとかなあかんのが現存12天守のうちの一つってこと。何その現存12天守って、なんかすごいんとかって思うでしょ。日本中に建てられたお城ってね、2万ほどあったってされる中で、今現在残ってるお城の数たった12個。それを現存12天守って言うてね、そのうちの一つなんですね。中でもこの彦根城はなんといってももう国宝に指定されてるっていうのがすごいと。で、築城はね、徳川政権となってからっていうことは1600年、関ヶ原の戦いの後ってこと。今窓から見えてた三成の居城、沢山城を整理するために築城っていうことになってるんですけども、きっかけはね、家康のもと数々の戦功を挙げ徳川四天王まで上り詰めた井伊直政っていうのがいてるんですけども、関ヶ原の戦いの後2年後にね、亡くなってしもてね、この直政の意志を継いで家康直々の命により築城ってことになってるんですよ。でこれ見て、櫓と天守、十分と国宝の贅沢なツーショット。400年前の建物がそのまんま残ってますよ。いつまでもこの状態で残してたいですね。最後はイコニャンと記念撮影してお別れね。現存十二天守、国宝彦根城でした。サムライだったわ、片手にピストル、心に花束、何にも言わずに、
酒を流し込む。